コンクラーは、かつて開発されていた、モジュラベースのウェブブラウザで、キーボード操作向けに設計されていた。設計は、おおむね GNUE Max に従っており、Six などの他のプログラムからの影響も見られる。コンクラーは、最初、ショーン・ベッツによって書かれた。以前は、モジュラ・ファイアーフォックスブラウザのための拡張機能だったが、その後ザルラナーを用いた。 単独のアプリケーションとして開発されていた。拡張機能バージョンの開発は2007年に中止された。その後、単独版のコンクラーに必要な API を用いている最後の Fire Firefox。Firefox52ESR は2018年9月にサポートが終了したため、現在モジラから公式にサポートされているブラウザの中にはコンクラーのベースとなれるものはない。 コンクラーはモジュラと同様なフリーソフトウェアライセンスで提供されている。コンクラーは EMAX と同様のキーバインドとキーボードを用いた操作が特徴である。F キーを押すことにより、コンクラーは現在の表示におけるクリック可能なページ要素の各々に小さな番号付きのラベルを表示する。ユーザーは番号を入力し Enter ーキーを押すことにより、 リンク先に移動することができ、またリンク名を入力することによりリンク名の選択肢を絞り込むことができる。リンク名の一部がすでに入力され、それが特定の唯一のリンクを指すとき、これは緑色に強調表示される第一の候補となり、エンターと入力することによって、そのリンク先に移動することができる。コンクラーは標準で多くのキーバインドを持っており、これは 後から追加することもできる。以下はデフォルトのキーバインディングの例である。EMAX のようにコンクラーは複数のページを同時に表示し続けるためにバッファを用いる。ユーザーは新しいバッファを開き、それらの間を移動するのにキーバインドを用いることができる。例としては CUCF はハイパーリンクを新しいバッファに開き、CUCG は url を開くか、新しいバッファで単語を検索する。また cuci は、スタートページを、新しいバッファに表示する。バッファは、mn を用いることにより、順番に表示することができ、mp を使うと、逆順での表示も行える。cxb は、現在開かれているバッファの一覧を表示し、ユーザーはここから、矢印キーを使って表示するバッファを選ぶことができる。 コンクラーは EMAX が EMAX リスプを使うのと比べると穏やかなものであるが JavaScript を使って様々にカスタマイズすることができるカスタマイズはキーの割り当ての変更などのシンプルなもののほか、新しい対話的なコマンドを書くことなどもできるデフォルトではコンクラーはこれらのカスタマイズ設定をコンチャールークからロードするまたコンチャールーク がディレクトリである場合は、このディレクトリに含まれるすべてのファイルが読み込まれるようになっており、これは多くのカスタマイズ項目をモジュール化するのに役立つ。コンクラーは、また多くのロード可能な JavaScript のモジュールと共に配布されており、これらのうちのいくつかは中核となる機能を提供し、他のいくつかはユーザーがロード可能なもので追加的な機能を提供する。 コンクラーはモードを持っており、これは URI ごとにキーバインド、ページ表示の設定やブラウザの振る舞いを独自のものとする。XKCD モードのようないくつかのモードはデフォルトで有効化されている。XKCD モードではユーザーがコミックストリップにマウスオーバーした時に通常、表示されるメッセージを特殊なフォントでストリップの下に表示する。他のモードは Google Maps、Redit よび YouTube のためのものなどがあり、モードはユーザー独自に定義することもできる。ブラウザーの名前は KDE のコンクラーと同様に発音されるが、コンクラー FAQ によると、これとの混同を避けるため、ブラウザのフルネームの発音はコンクラーであるという。また、この FAQ によると、この名称はコンチャースと呼ばれる。 西洋土地の木を用いた子供のゲームや同様にコンクラーと呼ばれるビールの名前から取られたものであるという、ありがとうございます。